ラスカ・フォックス諸島沖のことをシャドウ・モセス島にある核兵器廃棄所フォックスハウンド部隊と彼らの率いる次世代特殊部隊が突如として放棄島を占拠した。彼らが政府に突きつけた要求はビッグボスの遺体だ。それが24時間以内に受け入れられない場合、彼らは核を発射すると通告してきている。君に依頼する任務は2つ。廃棄所に潜入して人質として捕らわれたダーパ局長ドナルド・アンダーソン、アンステック社社長ケネス・ベーカーの両名を救出すること、そしてテロリストの核発射能力の有無を調査し、事実ならばそれを阻止することだ。で、潜入法。潜水艦で廃棄所の近くまで接近する。そこからは小型潜水艇を射出する。島に再接近後、潜水艇を吐き、あとは泳ぎと。ハイテク特殊部隊フォックスハウンド、かつて君が所属し私が指揮を執ったこともある特殊部隊だ。まだ存在していたとはな。今回のテロには6人のフォックスハウンド隊員が参画している。サイキック能力を持つサイコマンティス、天才女狙撃手スナイパーウルフ、変装の達人デコイ・オクトパス、巨漢のシャーマンバルカン・レイブン、拳銃の名手だけでなく拷問のスペシャリストとしても知られるリボルバー・オセロット、そして彼らを率いるのがフォックスハウンドの実戦部隊リーダーリキッド・スネークだ。リキッド・スネーク、君と同じ暗号名を持つ男。島全体が核廃棄施設になっている。上陸後は無線機で指示を出す。俺の他にはいつものように単独でのスニーキングミッションだ。装備も武器も現地調達、非公式の極秘任務だ。公式な支援は当てにせんでほしい。采配を落として。こちらスネーク大佐、聞こえるか。良好だスネーク。